孔密市は中華人民共和国山東省防止に位置する研究市。有名な出身者には密三県などがいる。また近代には小説家の爆言などを輩出した。孔密市は三河東半島と三島省内陸部の中間に位置し、北西は安久市に、南西は諸城市に、東は鎮騰市甲州市に、北は平戸市にそれぞれ接する。 新朝により、西軍のもとに、孔密圏が設置された。官庁が成立すると、二河西国とされたが、前73年に、孔密国が設置されその管轄とされた。新大の9年、孔密圏は、正務圏と解消されたが、五官の成立とともに、孔密圏に服され北海国の管轄とされた。三国時代になると、義の半都とされ、 西州常用軍の管轄とされた。その後の南北朝時代では、南朝宋の西州公密軍、北儀の西州公密軍の管轄とされた。隋朝が成立すると、当初は公州の管轄とされたが、607年の軍政志向に伴い、公密軍の管轄とされた。当庁が成立すると州政が復活、公密県は河南道密集の管轄となり、 その後の宋代には、京都あずまじ州、近代には三島あずまじ州、現代には三島東西同益とろ公州の管轄とされた。明朝が成立すると、当初は、西州府の管轄とされたが、1736年に、大州府の管轄となった。新末の1905年に、公州に移管されている。中華民国が成立すると修正が廃止され、 三島省、二河あず道の管轄とされたが、1927年、同棲廃止に伴い省直轄とされた。日中戦争中は中華民国臨時政府の行政監督下に置かれたが、中国共産党を中心とする、抗日活動の舞台となり浜北戦区のもとに、孔密県や二河高県などが設置されている。中華人民共和国成立後は当初、 三河東行政区浜北線区の管轄とされたが、1950年に甲州線区、1956年3月に正地区の管轄とされた。1994年5月18日に研究士に昇格し、高光市が誕生、現在に至る。ありがとうございます。